大阪城炎上、豊臣の城が落ちるとき、後編。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は大阪夏の陣、大阪城炎上、豊臣の城が落ちるとき、後編について紹介していこうと思います。大阪の陣に至るまでにも様々な動きがありました。決戦を前にしての大阪方の動き。夏の陣の開戦を前に大阪方の意見は分かれていました。主戦派の大野晴房、長宗我部盛親、毛利勝長、新潮派の大野晴長、後藤又兵衛、中立の真田幸村、木村重成の3派です。徳川方に独自に和平を働きかけていた晴長は、元和元年1615年4月9日夜、大阪城内で刺客に襲われ重傷を負います。犯人はその場で切り殺され、晴長も命は助かりましたが、傷はなかなか癒えませんでした。この事件の指図をしたのは主戦派の弟の晴房と言われます。このように大阪方は戦を目前にしても一つにまとまっていたとはとても言えない状況でした。それでも始まってしまった戦い。それでも相手のある戦い、待ってはくれません。黒田長政の旧臣である後藤又兵衛は、大和口から進撃してくる徳川の別動隊を叩くべきと強く主張し、先鋒に任命されます。5月5日夜半、又兵衛は道明寺、柏原市方面へ出陣しますが、連携を取るはずの真田隊、毛利隊と連絡がつきません。構わず進撃する後藤隊は、道明寺小松山から敵陣に銃撃を浴びせ、敵先手松倉重政、奥田忠次隊を撃破し、忠次を討ち取りました。黒半月の指物に赤ほろばりの馬印を立てた又兵衛は、小松山に登って采配を振り、大いに味方を鼓舞します。しかし水野勝成、伊達政宗らの軍勢が押し寄せ、伊達の鉄砲隊によって胸を撃ち抜かれた又兵衛は、西郷悟、従者に首を撃たせます。首級は従者の平右衛門が具足羽織に包み、他の中へ埋めました。黒田官兵衛に養われ、後年は勇猛で名を馳せた浪人、後藤又兵衛もここに果てました。ようやく出てきた真田隊、毛利隊。この頃になり、ようやく真田隊、毛利隊が押し出してきます。連携が遅れて又兵衛を討ち死にさせてしまいましたが、真田隊は応神天皇陵東側に布陣し、伊達軍と向かい合います。武具、旗指物赤一色の真田隊3000に、伊達軍は騎馬、鉄砲隊800を先頭に押し立てて突進してきました。幸村の子大輔が股に槍傷を負いながらも首級を上げて奮戦するなど、政宗が損傷を恐れて自軍の進撃を中止させるほど真田隊は力戦します。しばらく両軍は揉み合いますが、昼もだいぶ過ぎた頃、豊臣方の八尾、和歌方面での敗戦が知らされ、騎乗命令も出たので、幸村らは引き上げました。天王寺口の戦い、幸村の最後。明けて元和元年1615年5月7日、徳川軍は早朝に布陣を終え、開戦の時を待っていました。前日の6日には、道明寺、本田合戦や八尾、和歌合戦がすでに起こっていましたが、大阪城を囲んでの本戦はこれからです。幸村は日落としの鎧に鹿角の前立て、羽熊付きの兜に身を固め、軍を率いて天王寺口に進み、茶臼山を本陣とし、東側を毛利勝長が固めます。すでに陣を構えていた徳川と豊臣の両軍は睨み合ったまま昼近くなります。これにじれたのでしょう、天王寺口に布陣していた本田忠友や松平忠直の軍が命令を無視して毛利隊に襲いかかり、戦闘の火蓋が切られました。
最初は豊臣勢の勢いに押され、徳川軍は苦戦し、本多忠朝と小笠原秀政、忠中伏らは廃止します。特に真田隊の奮戦は凄まじく、松平忠直、帰化の越前兵を蹴散らし、家康の本陣、旗本備えは2度まで攻め崩され、家康が切腹を覚悟する事態にまで陥りました。この時、天王寺口の南には、東道高虎が陣を敷いていました。家康の旗本隊が崩れるのを見て取って、高虎は馬回り衆を励まし、真田隊の左翼に横槍を突き入れ、それ以上の追撃を許しませんでした。雪村はあと一歩まで家康を追い詰めましたが、東道隊の乱入もあり、その一歩が届きませんでした。家康を打ち漏らし、傷つき疲れ果て先陣を離れた雪村でしたが、道端の神社で休んでいるところを越前松平家臣西尾陣左衛門と出くわします。疲労困憊で動くこともままならぬ雪村は、名乗りはせぬがこの首は手柄となろうと言い残し撃たれました。豊臣の存亡をかけた戦いを最後の花とした雪村の一語でした。勢いを取り戻した自軍を見て、家康は真田隊が撤退した後の茶臼山に本陣を置き、表三条、奥三条の簡単な小屋を築き、諸将を引見します。8日正午、家康は井伊直孝を呼び寄せ、秀頼に自陣を促すよう命じました。天王寺口、岡山口の戦い。一方、岡山口の徳川秀忠の軍は、天王寺口から響く銃声を聞き遅れてはならじと、大野晴房、三宿政友ら大阪方と戦端を開きます。こちらも徳川軍は予想に反して苦戦を強いられ、敵が火薬箱に火縄を挟んで地中に仕掛けた梅火の爆発に驚き、浮き足立つ有様。これを見ていた秀忠、わずかに残る旗本に下地して自ら槍を構えて敵陣に突っ込もうとしますが、安藤重信が慌てて押しとどめます。このように初戦は豊臣が善戦しましたが、時が移るにつれ兵力に勝る徳川は体勢を立て直し、豊臣方の損害ばかりが増えていきました。雪村戦死の報も知れ渡ったため、大阪方の士気は落ち、午後3時を回る頃には壊滅状態となります。唯一陣形を崩さず踏みとどまっていた毛利勝長の指揮のもと、豊臣勢は城に逃げ帰りました。勝長配下の80騎ほどは追撃する東道、飯隊を取って返しては従者しながら新狩りを務め、大阪方の意地を見せます。城へ戻った勝長、式部伏氏は8日秀頼に準じました。大阪城落城。徳川勢は勝長隊を追撃して城へ迫り、松平忠直と弟忠政の隊が大手門へ一番乗りします。堀を埋められ裸城となった大阪城に、勢いに乗る徳川軍を防ぐ手立てはなく、むざむざと将兵の乱入を許します。雪村や後藤又兵衛、万段衛門ら名のある武将を失い、士気は大きく低下していた大阪方。それでなくとも、もともと浪人衆や兵士を指図できる指揮官が圧倒的に不足していました。烏合の衆と化した城兵は我先にと逃げ出し、攻め入る徳川に組織的な抵抗もできず、好き放題な狼藉を許してしまいます。徳川兵は城の各所で火を放ち、夕刻には豊臣家の台所頭大隅与左衛門が本丸千畳敷御殿の台所に放火、秀頼に帰り中に及びます。この日は晴天で、京都御所清涼殿の屋根に登ると、燃え上がる大阪城の火炎が昼過ぎから夜遅くまで眺められました。この時まだ秀頼と淀殿は城内で息を潜めていましたが、すでに城は灰烬に帰し、勝敗は決しました。難攻不落を謳われた天下の名城
豊臣大阪城は落ちました。徳川方が得た首級は14,600余りですが、味方の討ち死も5,000余りに上ります。余裕の家康。家康は松平忠直が持参した真田幸村らの首実験をした後、板倉重政以下少数の友を連れて城内の焼け跡を見て回ります。自分をあと一歩まで追い詰めた男が首になった姿を見て感慨深いものがあったでしょう。手柄を挙げた西尾神左衛門には、主君松平忠直から褒め言葉と褒美の脇差しが授けられます。家康と秀忠にもお目見えがかない、ご褒美金をいただきました。神左衛門は足軽大将でしたが、この手柄により松平家中で家老に次ぐくらいに出世します。ふるさとの福井市宝剣寺に地蔵を建て、幸村の菩提を長く弔い、戦利品として持ち帰った兜や槍は西村家の家宝として代々伝えられました。家康は夕刻になると京へと向かい、夜遅くには二条城へ戻りました。もっと大阪にとどまり、さまざまに指図したりするのかと思いますが、案外あっさり引き上げています。一方、大阪に残っていた秀忠は安藤重信、阿部正次らに大阪城内に残っている金銀の点検を命じた後、伏見城に帰城します。家康を中心に当時の情勢を記した寸符記によれば、没収した黄金は28,060枚、銀は24,000枚であったそうです。豊臣は一気に潰す。伊達政宗、前田利常、細川忠興、これらは徳川方の有力大名ですが、彼らは冬の陣の疲れも取れぬ間に夏の陣の出撃命令を受け取っていました。伊達政宗は冬の陣の折、豊臣家より和睦の斡旋を頼まれますが、これを拒否、逆に大和口から大阪を攻めました。講和がなった後、政宗は江戸へ戻りますが、10日ほど休んだだけですぐに夏の陣の先鋒を命じられます。元和元年1615年4月9日には江戸を立ち、5月6日には道明寺小松山で出くわした後藤又兵衛を銃撃して傷を負わせ、後藤隊を粉砕するなど戦功を挙げました。加賀の前田利常も冬の陣の講和成立後、江戸参勤を済ませて国元へ帰る途中で出兵命令を受けました。急いで国元で軍を整え、4月30日には2万の大軍を率いて聚落します。5月3日には京を立ちますが、6日の戦いには間に合わず、7日の戦陣を願い出ます。夜には家中の者に、明日の朝飯は4時以前に必ず済ませておくように通達。徒歩の者は昼飯を腰にくくりつけ、晩飯用の販売も用意しておくように、騎馬の者は糧食を馬の蔵につけておくように、組頭は従者に弁当を用意させるようになど、細々と指示を出しています。利常が直々に指し示したかどうかは知りませんが、兵を率いる者はここまで気を配らねばならないのですね。豊前小倉の細川忠興は冬の陣では島津、毛利監視のため在国を命ぜられていました。大阪再戦の噂を聞くと、出兵命令が届く前に家中の出陣準備を整え、本田正純や金地院数伝を通じて先方を拝命したい意思を家康に申し出ます。400騎を率いて船に乗り込み、摂津兵庫に着きますが、なぜか300騎をその地に止めたまま、鉄砲衆90、馬回り衆11騎のみでやってきました。それでも茶臼山では東道隊と共に戦い、主級20を挙げています。このように家康は冬の陣の後、豊臣方に一息つく間を与えるつもりは全くありませんでした。わしの目の黒いうちに決着をつけておかねば、秀吉の鉄を踏んではならぬ、家康の
強い決意がうかがえます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。